イエーイ。生のアイドルが好き。はい、MC を務めています乃木坂46の松村沙友理と同じく乃木坂46の中田香菜です。イエーイ。はい、はい、この番組は、はいどうぞ。アイドルさんをお呼びして、私が楽しむっていう、あの素敵な番組になっておりまして、まあこんな感じでいつもゆるゆるな感じで、あの楽しく放送実行させていただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。月に1回、月に1回こんなこともしちゃったり、あとはこういうこともしちゃったり、いろいろ何かよく分かれへんしてます。いろいろなことしてます。はい、皆さん、はい、ぜひ見てコメントお待ちしております。お待ちしております。はい、あと、はい、今月のテーマがアート。そうなんです、アートなんです、うんうん、もう秋なのでね、はい、芸術の秋ということで、すごい、はい、そうなのかも。じゃあ今日はお互いの似顔絵でも描きますか。お、いいですね。はい、じゃあ、はい、どうぞ。ペン、ありがとうございます。すごい。じゃあ10秒で描く？え、待って待って、マイマイみたいな、マイマイの特技であったね。そう、じゃあ、はい、せーの、19876544、あ、無理や、3、2、今ゼロのところ、のところ。はい、かけたちょっと待って、あとちょっと、ちょっと間違えちゃったか。はいはい、じゃあマッチュンのかなちゃん、はい、こちらです。じゃーん。あ、どうしよう。なんか誰とでも言いようがあるね。マッチュンのいつも描いてる ね女の子。あ、なんかポイントとかあんの？あのね、ちょっとマッチュンね、かなちゃんの口好きだから、あ、そうなの。ちょっとね、口を特徴的に描こうと思ったら気持ち悪いのになったからね。これ何、舌出してるの？下唇それとも？あ、本当は舌をベロンって出そうかなって思ったの。ペロペロって、あ、ペロペロみたいなね。でもすごい気持ち悪くなったからやめちゃったの。あ、なんかありがとう。でも本当、そんな目大きくないかな。いやいやいや、大きいよ。じゃあ行きます、はい、じゃじゃん、さゆりんご。そう、リンゴになってんの、頭が。すごい、本当だ。でもね、これね、シャイリンこんな位置でツインテールするっけ。え、するよ、右上なの、いつも。あ、そっか、じゃあいいや。知ってる、ツインテールって種類があって、高さとかによって名前違うの知ってる。知らない。なんか、そうなの、この高さだとラビットスタイルっていうの。そうなの、うさぎちゃんだ。そうなんです。やった、かわいい。そう、いろいろあるの、なんか。そうなんだ。ツインテール協会がね、そう、出してるの。じゃあマッチュンはツインテールっていうよりのラビットスタイルラビットスタイル、え、でも下でもやるって。下はやんないか、全くやんない。そう、耳の高さと下とって、そうあるの。そうなんだ。そうなの、っていうアートじゃない感じの。ヘアになっちゃったね。ツインテール協会の話になっちゃった、はい、ヘアート。でも似てない？似てる。なんかちょっとおバカっぽくない？いや、なんかおバカっぽい。セリン実際本当は頭悪くないんだけど、あの見た目バカっぽいところ。いや、これで理系だったらちょっと面白くない？確かに理系女子。イエーイ、ありがとう、ありがとう。そんな、はい、というわけで、はい、皆さんも絵たくさん描いてください。じゃあ生ドル見てね。見て。